弊社はですね、2016年に JTB グループの複数の会社を統合してできた会社となります。広告プロモーション、マイス、そしてエリアマネジメントを主要な事業として展開をしておりますけれども、あるべき姿として人と企業と地域をつなぐ最適なコミュニケーションをデザインをして、お客様と事業パートナーと競争していく、共に作り上げてより良い社会の実現、持続的な発展に貢献をしたいと、このように考えております。ここワウアスはですね、エリアマネジメント事業が所管をいたしますけれども、日本ににぎわいを、人と地域に豊かさを、これをモットーに、にぎわいの場作り、きっかけ作り、推進作り、この3つのアプローチを推進をして、全国73の公共文化施設の運営、観光案内所の運営、そしてインバウンドプロモーション等を通して、中長期的視点で地域のにぎわいを高めるべく、創出すべくプロデュースをしております。本年は外国人海外旅行者数が3500万人に到達する見込みであります。またここ大阪においては、大阪・関西万博が来年予定されており、観光客の増加が見込まれます。一方、観光客の特定箇所への集中によるマイナスの解消ということも大きな課題だとしておりますけれども、ここワウアスにおいてはですね、大阪観光局様の協力のもと、大阪御堂筋の都市観光情報だけでなくて、大阪府域全域にわたる情報を発信をしていく、まだ見ぬ大阪として観光客の皆様に府内周遊を促進、これを促すべくですね、インバウンド課題の解決にも取り組んでまいりたいと、このように考えております。改めてになりますけれども、この施設をワウアスと命名いたしました。皆さん、ワオという言葉ですけれども、どんな時にこの言葉発せられますでしょうか。一般的には何か驚いたり喜んだり感動したり、こういった時に発せられる言葉ですよね。ここ中之島と御堂筋に面した立地からのこの素晴らしい眺望、まさにワオと言いたくなるような眺望だというふうに思います。この眺望の眺めのもとにですね、人の和作り、和みの和作り、こういった新しい出会いを創造していきたい。そして英語で言うですね、Us、これ私たちですね、私たち一人一人が主役になって新しいものを作っていくんだと、こういう思いでワウアスと命名の方をいたしました。そしてフロアコンセプトですねは、国境を越える、クロス・ザ・ボーダーです。多くの観光客の方が来館するカンデーホテルズ、大阪ザ・タワー様と、多くのビジネスパーソンが入居するオフィスフロア、その境目にあります。この場で観光情報、アートギャラリー、グルメ、そしていろんな和文化コンテンツのイベント等を通してですね、新しい出会いを創造していきたいと思っています。内外の観光客の皆様、ビジネスパーソン、それから地域の方々にですね、新しい出会いを提供していく、そしてワオと言っていただけるような体験施設、こういったところを目指していきたいと思っております。今後のワウアスにぜひご期待いただきたいというふうに思います。本日はご来場いただきまして誠にありがとうございます。ご清聴ありがとうございました。大阪に新たな、観光交流の拠点、そして人と、そして情報とクロスする素晴らしいプラットフォームの出来事、大変素晴らしいことと思っております。ワオアス、このワオアスというこの言葉の由来が非常に新鮮というか響きがいいなと思いました。私もよく日常的にワオって言うんで、そこにアスという言葉ですね、まさにこの、フロア全体のコンセプトが非常に分かりやすく表現されているというふうに思います。本当にこの2024年の
今日が9月ということですね。でやはり来年2025年という年は日本にとっても大阪にとっても大変大切な年になるというふうに私は考えています。世界が分断対立という中でやはり来年戦後80年ベトナム戦争が終わって50年です。やはりこの万博ということ、そして大阪という都市を通して誰よりも平和を望むやはり日本という国が世界平和世界協調の舵を取る、一人一人国民大阪に住んでいる人がこれを皆さん表現していく大事な年になります。また2050年カーボンニュートラルの達成目標年が2050です。2030年 SDGs です。世界の共通課題に対してこの大阪という場所から世界の皆さんにカーボンニュートラルこうやって実現するよ、 SDGs 全ての人を幸せにしていくよ、こんなメッセージを出さなくちゃいけない年が2025年です。また本当に今バーチャルリアルというものが入り乱れている中で改めて人間の五感とかそういうものがどうかと問われている年です。やはりこのように人間と人間がクロスをしていく、リアルでイノベーションをしていく、こういう場を作っていくということが今本当に大事かなというふうに思っています。そういう意味でまたいよいよ先ほどもお話がありましたが日本という国が経済を取り戻すには外需を取り込むということが重要な課題です。今やインバウンド消費というのがだいたい2019年約5兆と言われておりました。今これが今年8兆と言われております。ただこの数字って私から見るとまだまだ生ぬるいなと思っています。観光の GDP というのがこれだけ経済効果大きい割には日本はまだ38兆です。全体がで、ちなみにパリとかあるいはバルセロナは国の GDP の約10分の1なんですね。ということは日本の GDP 約570兆、57兆を狙うぐらいの力を持ってるはずなんです。ということは残り20兆の隙間を埋める、これがまさにですね日本の経済を活性化する大きな源というふうに思っています。したがって国内観光のみならずインバウンドを取り込んでいく、これをですね国上げで取り込むというふうに考えたいと思っています。そういう時にまさにこのインバウンドの約4割を我々は受け止めているわけです。このお客さんをいかに効率よく各地に送客をしていく、あるいは大阪府域をしっかりと周遊してもらう、そうすることによって経済効果も高まるし各地域も豊かになっていく。大阪という街は自分のエリアだけではなくて日本の各地域をリッチにしていく、これがこの都市の歴史なんですね。北前船、東海線、江戸時代に各地に船を回して世界日本の特産物を地上で売った、そこにあったのは古の人たちが日本を良くしたいという思いからあえて地域にこう船を回したわけですね。2025年向けて我々が原点に行かなくちゃいけないのはやはりこの日本のアジアのハブとして大阪に来られた方がやはり日本の各地域を周遊してもらう、ショーケースを作っていく、これが目指すべき都市のあり方かなというふうに思っています。ミラノ、フランクフルトに行けば、ミラノに行けばヨーロッパ全体を眺望できます。そういう都市に大阪はなるべきだし、100年前今から大大阪時代と言われたときに当時の関市長がアジアのマンチェスターを作りたい、同じことを五代トマスさんも言ってるんですね。私は意外と100年前語ったことをしっかり形にしていく、そういう意味でこの24年の9月のオープンというのは非常に歴史的に見ると時期を得ているというふうに思います。もう未来にこの日本という国に必要なのは夢です。この国で頑張ればローカルだけども世界に通用する、いろんな分野に大谷翔平を作ればいいんです。そういう意味で私はここの拠点がいろんな分野でチャレンジできる、夢を語り合える、大阪の魅力を体感する、日本の魅力を体感する、ここに来てよっしゃ俺はやっとるでというような場所になれるよう皆さんと一緒に頑張りたいというふうに思っています。このオープンにあたって大変ご尽力いただきましたカンデーホテルの皆さん、そして三菱地所、実は私30年以上前に
辞書から内定をいただいたという歴史がございます。今回も夢北さまざまなプロジェクトで辞書さん頑張っていただいております。また本当に今日はJTBの皆さん、本当に JTBの皆さんは私も長い時間をかけて一緒に観光旅行をやった仲間です。素晴らしい仲間とこういう場にオープンを迎えること、大変幸せに思っております。わお、あっすなんか取り留めもない挨拶でございますが、これをもって祝辞にしておられます。皆さん本当におめでとうございました。一緒に頑張りましょう。
上平先生、素晴らしい記号パフォーマンスありがとうございました。和という書が完成いたしました。この書に込めた思いなど少しお聞かせいただければと思います。はい、まずはご開業誠におめでとうございます。書道家の上平大河と申します。今回こちらの和という字を書かせていただいたんですけれども、この施設のコンセプトでございます、訪日観光客、そして訪日外国人観光客ですね、そして、ビジネスパーソンとのボーダーをなくし、そして、この場所からいわゆる和、それから、和文化の和、これらを作り出し発信していくことで、私たちの、交流、そしてにぎわいの和を明日につなげていく、そのような思いを込めて書かせていただきました。ありがとうございます。さて、いよいよテープカットの時間が近づいてまいりました。その前に特別ゲストをお迎えしたいと思います。今日はこの記念すべき日に大阪・関西万博の公式キャラクターミャクミャクが駆けつけてくれました。皆様、大きな拍手でミャクミャクをお迎えください。皆様ありがとうございます。とっても喜んでくれているようですね。ミャクミャク、観光展望施設ワオアスの開業のお祝いに駆けつけてくれてありがとう。それでは参ります。ワオアスのオープンを記念してのテープカットです。皆様どうぞ。